スー・インフェン男爵は、イギリスの男爵、貴族、連合王国貴族爵位。ハンジ・サーチャールズ・スー・インフェン・イーディが1919 19年に、ジョイされたことに始まる。初代スー・インフェン男爵、チャールズ・スー・インフェン・サーチャールズ・スー・インフェン・イーディは、法廷弁護士として活躍した後、高等法院判事を経て構想院裁判官に、転身した人物である。イーディはさらに1918年には、 カズンズハーディ京の公認として高素院記録長官に就任している。しかし直後に健康を悪化させて辞任したため、退官後の1919 19年11月1日に連合王国貴族としてサリー州チャートシーのスウィンフェン男爵に除された。彼は助爵のわずか2週間後に成去したため、その長男チャールズが爵位を相続して二大男爵となった。 二大男爵の息子である三大男爵ロジャーズは1999年の貴族院法試行以降も貴族院に席を置く92人の世襲貴族の一人である。また彼は1988年に妻と共に慈善団体スーインフェンチャリタブルトラストを設立している。同トラストでは開発途上国の病院と専門家との間を電子メールでつなぐ。 遠隔医療の確立に寄与しているという。釈位と一族に係るモットーは、困難を超えて高みへ。釈位の推定相続人は、厳冬種の息子、チャールズ・ロジャー・ペレグリン・スウィン・フェン・イーディ・カッカ。ありがとうございます。